日本埼玉県蓮田市、本町本町は埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は本町のみ。定番を持たない単独町名である。住居表示実施地区。郵便番号は349-0123。埼玉県東部、蓮田市南部に位置する。南東側で東に、西側で末広に、北西角で見沼町に、北側と、 北東側で上に隣接する。北東部から南西部にかけて埼玉県道311号蓮田港の出線が通る。住居表示の実施により成立した。町名は通称地名に由来する。全域が市街各域に指定されている。主に商業地として利用されており、蓮田市の中心街を形成している。生産緑地地区は存在しない。 地下は2019年7月1日の埼玉県の地下調査によれば本町3856番2階の地点で17万2000円平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内を宇都宮線が通り、蓮ス台機が所在する。 かつては、本町にあたる地区を、武州鉄道が通っており、同鉄道の蓮田駅も所在した。国際工業バス、朝日自動車、丸立て自動車により、蓮田駅西口、蓮田駅東口発着の路線バスが運行されている。ありがとうございます。